サンスターオーラ2モーニングインサイト。 This program is brought to you by サンスターオーラ2。 ここからは世界を取り巻くあらゆるトピックスの本質に迫るサンスターオーラ2モーニングインサイト。若い女性を中心にブームを巻き起こしているテレビアニメおそ松さん、先日最終回を迎え、今ネット上ではおそ松さんロスというのが広がっているようですけども、そこで今朝はですね、この方と一緒におそ松さんブームにインサイトしていきましょうよ。おそ松さん、おはようモーニング。米所さん、おはようモーニングです。おお、ありがとうございます。来ましたね。そんな小道具が。いや、そうなんですね。サウンドマシンで拍手させていただきましたけども、はい、いやー、そう、今日はおそ松さんで長男のおそ松役を演じられた声優桜井孝宏さんスタジオにお迎えしてます。改めて桜井さん、おはようモーニングです。おはようモーニングです。よろしくお願いいたします。桜井孝宏です。お越しいただきまして、いや、とんでもございません。お呼びいただきまして、いや、もうすごいんですよ、番組ホームページもなんからしいですね。そうですよ、おそ松さん、はあ、早く聞きたいとか、あー8時台なんだとかね。 J-WAVE は J-WAVE 僕初めてです。ようこそ J-WAVE へ。お招きいただきありがとうございます。でもご縁があるんですよね、 J-WAVE とおそ松さん。あー、そこ行っちゃいますか。だってもう J-WAVE って何ですか、はい、これこれは完全に乗っかってますね。ね、もうおそ松さん大好きな方はね、ご存知でしょうけれども、はいはい、おそ松ステーションということで。そうです、ネットの方のラジオです ね、 ね、ウェブラジオで J-WAVE、はい、おそ松ステーション、シェイウェイ。うまいことつけましたけど、嬉しいじゃないですかね。いやいや、こうやってシェイウェイブ、J ウェイブ、おそ松さんつながってきますよ。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、改めておそ松さんをご紹介しますと、まあね、もう皆さんご存知の方も多いと思うんですが、はい、そうですね、赤塚不二夫さんの生誕80周年を記念して27年ぶりのリメイク作品、はい、エンディング曲がオリコン週間シングルランキングにてトップ3入りしております。はい、ポスターなどの付録をつけたアニメ雑誌が発売後なんと5日間で6万部完売、うん、その他グッズや DVD など経済効果数十億円とも言われてます。そうなんですよ、もう大ブームです。これすごい空前のブームになってしまいましたね。特にあの女子の間でね、はい、盛り上げてくれましたね。そうそう、知らない人がいないっていうね。はい、最初におそ松さん、これオファーを受けた時は桜井さん的にはどうですか、このヒット予想してますか。いや、全く予想してなくて、話題にはなるかなと思ったんですけど、うんうん、ここまでこう社会現象みたいになるみたいなの予想はできてなかったですね。ね、どういう作品になるんだろうと思っていたので。あ、子供の頃におそ松くんがやってた時にそれ見てたんですよ、はい、中学生とか高校生ぐらいの頃で、それが今この平成の世でそうですね、どうね、そうなんです、受け入れられるか、はい、まあ言ってみたら、だってあの、なんて言うんでしょう、絵のタッチっていうのはちょっとこう昭和レトロなのね。そう、そうですね、はい、こう昔懐かしい感じじゃないですか。懐かしい感じですけどね。これをこう今のね、10代20代若い子たちがね、キャーって言ってるのがね。そうそう、なんかちょっとこうデザインっぽいんですよね、赤塚先生の絵って。あ、はい、だからグッズとかにもすごく反映しやすかったり、可愛いっていう風に、うん、あのどうやら思ってくれたらしくて。どうですか、あのご自身はブームを実感される瞬間ってのはどんな時あるんですか。あ、でも今回は特に感じました、このおそ松さんに出た時は、こんな自分が知らないところでこんなにいつの間にか盛り上がっててっていう、はい、現場でなんかこんなグッズ出たらしいよとか、こんなことになってるらしいよって、あのキャスト同士で話したりとか、はいはい、あの例えばホテルとかコンビニとかで、はい、声を発しられてありがとうございますって言った時、はい、ってこう、あれこの人、あ、ひょっとしてみたいなことないんですか。時々あります。顔見て気づかれないんですけど、声出して気づかれる。やっぱり声をね、はい、声のお仕事っていうのはまさに七色の声を声優さんですから、いやいやいや、お持ちだと思うんですけど。弁償さんほどではないです。いやいやいや、これでもオリジナル作品とはかなり違うんですか。どうなんですか。でもなんかこう、当時なんか昔はこうナンセンスって言われていたものが、うん、今はこうセンスあるものになってるかなと思うんですけど、もともと赤塚先生が作ったおそ松くんも結構な、なんていうんでしょうか、シュールというか、うん、当時にしてはすごいとんがってる、そういう笑いだななんて、コメディだなと思っていたんですけど、そうですね、改めてあの桜井さんの方から、はい、ぜひどんな内容なのか簡単にちょっと、あ、まあ、知らない人はあまりいないと思うんですけど、ね、改めて教えていただきたい。まあ、ムツゴが主人公の話で、もともとは個性がなかったんですけど、はい、おそ松さんになって大人になってニートになってて、
でそれぞれちょっと個性が与えられていて、そのドタバタコメディみたいな感じなんですけども、はい、一応日常を描いたお話と、あと急にコントみたいなことやりますね宇宙空間に行ったりとか、そうそう、うん、ああいうそのなんか2つのラインがあって、ええ、それがこう交互に交互に、はい、出てくるみたいな感じなんですけど、面白かったです。これは演じてみてどうでした？発見もいろいろ声優さんとしてもあったでしょうし、ありましたね、どこに物語の魅力があるかみたいなこともね、発見があったと思いますけど、はい、まあなんて言うんでしょうね、この作品でしかできないことをいっぱいお芝居でやった感じですね。ああ、というと、なんかあんまり他の作品では使えないんですよねすごくそのなんて言うんでしょう、その場でこう引き出しを、新しく自分の中の引き出しを作るような、うん、今までないものを急にその場で出してみたりとか、うん、要はお芝居のセオリーからちょっとずれちゃっている、ルールから外れちゃったことをやってもこの作品だったら OK になったりとか、まあ、ある種ちょっと奇想天外なっていうか、そうですそうです、ね、はい、こう跳躍力があるところがね、はい、はちゃめちゃなところが、その辺が魅力でもあると思うんですけど、はい、ご自身は桜井さん長男ですか？僕長男です。じゃあよかったじゃないですか、長男ですから。お松さん、それは本当になんかハマった気がします。たまたまだと思うんですけど、やっぱりほら長男気質とか次男気質とかあるじゃないですか。ありますよね、いくらほら六つ子だとはいえ、別所さんは？僕は長男。ああ、じゃあお粗末ですよ。いやだからね、どっちかっていうとね、家の戸締まりチェックする、ね、チェックする、うん、大丈夫です。全体をまずこう俯瞰で上から目線を見渡すタイプではありますね。そうですよね、なんかこう気使うわけじゃないですけども、常に目が行き届いているみたいな。そうですか、このお粗末さんのブームね、この空前の大ヒット、はい、すごいです。経済効果もすごいわけですけど、桜井さんたくさんの作品出演、まあ、その他でもされてますけど、させていただいてます。現場での空気、他の作品と違ったなと思うところはどんなところですか？なんて言うんでしょう、まあ和気あいあいではあったんですけども、あのそれぞれキャストがなんかこう結構ガチンコで自分のこう持っているこうスキルとか技とか、そういうお芝居力をこうすごいフルで発揮してて、すごい面白かった。付き合いが長いキャストもいるんですけど、新しい発見があったりとか、はい、どんな？なんかこんなこともやるんだこいつとかそういう面白さがたくさんありましたね。え、長男じゃないですか役柄もね、はいはい、演じられて他の声優さんが自分より先輩ってことあったんですか？芸歴的には先輩はやっぱ何人かいたんですけども、年齢的には僕が一番上でしたね。お、じゃあまあ基本的には、はい、あ、どうなんですか、声優さんっていうのは一緒に撮るんですか？一緒に撮ってました、この作品は全員。あのね、いろんなスタイルがありますね。ありますね、はい、僕もね、あの声優に挑戦したことあるんですけど、はいはい、まだ原画っていうか、はいはい、あの白い状態の、そうそうそう原画って言わないんだな、だから根底、あ、根底っていうんですか、はい、まだ出来上がってないものにこう声をつけていくっていうさ、はい、そうなんですよ。あれ結構衝撃的でした、僕にとっては。はい、割とそれ普通なんですけど、ね、普通なんですよね、はい、皆さんの世界ではね。そうですね。さあ、おそ松さん、いやいろいろと声優の仕事ってのはどんなものかも教えていただいてますけれども、はい、女性にヒットした理由、これは何だったかなと桜井さんなりに分析してもらいたい。結構下ネタ多いんですよこの作品しかも容赦ない下ネタが多くて、うん、これ初めこう引かれちゃったら拒絶されちゃったら嫌だなと思ってたら、案外受け入れられて、うん、ゲラゲラ笑ってるのをイベントとかで見たんですよ。あ、なんだ好きなんじゃんって思って。まあだからある種健康的ヘルシーだと思います ね、 ね、うん、ヘルシーな展開だからだこそでしょうね、はい、これがまあ赤塚ワールドだと思いますね。すごいなと思いました、うん、女子の皆さんだってね、はい、そういう会話もしてみたいんですよやっぱりそうですかじゃないでしょうか後半さらに桜井貴博さんにお話を伺います、はい、サンスターオーラ2モーニングインサイト、サンスターオーラ2モーニングインサイト、今朝はアニメおそ松さんでおそ松役を演じられました声優の桜井貴博さん、スタジオにお迎えしてます。桜井さん、はい、後半もよろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。いや桜井さん、でもこのおそ松さんはね、はい、大ヒットですけども、はい、もちろんこう昨年もなんと24本のアニメ作品ご出演と、はい、ました、はい、いや名実ともにトップ声優として活躍なんですけども、そもそも声優さんになったきっかけは、はい、僕あの中学校の頃の国語の授業で教科書をなんか読めって、先生にここからここまで読めとかってあるじゃないですか、授業の中で物語を、はい、うん、それを読んだら声優さんみたいな声してるねって言われて、で高校卒業するときに、まあ、大学も受けてたんですけど、なんかチャレンジしてみようかなと思って、でその専門学校に、はい、あの声優さんになるための専門学校があったんで、そこにチャレンジして今に至るんですけど、やっぱりそのじゃあ周りからこう認められるほどのやっぱり美声というか、いや
いやでも今だってねすごいもう。いや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 、そんなことないですよ。いや全然そもうどんどんいろんな声を出していただいて。ありがとうございます。いやもうクリス・ペプラーさんも顔負けの。なんというの、艶やかな声。ね、たまりません。そんなことないです。今もうリスナーのファンがもうキャーって思わせたので。あ、じゃあそれがきっかけで。そうですね、学校に行きましたね。で、はい、そこからデビューって、なかなかでも声優さんになりたい人たくさんいるから。結構いて、まあ、なんかいろんな、なんですか、道があるんですけど、僕は専門学校に行ってから、うん、あの事務所が、うん、あの作っていた養成所に入ったんですよね。でそこでまた何年か勉強して、でその事務所さんに、なんか所属として、え、初めてやった作品覚えてます？初めてやった作品はあの爆走兄弟レッツ&ゴーっていうミニ四駆っていうあのちっちゃいこう模型の車走らせるアニメーションで、はい、それが僕は初めてのアニメでしたね。え、それでどんな役柄？それも本当早くです。はあのなんかこう選手 A とか B とかなんかそんなところから一言とか二言のセリフから入ってきました。でその後役柄的にこれが最初こうきっかけになったっていうのは。あ、でも大きかったのはサイボーグ009。ですね、2001年の、うんうん、はい、それがすごく大きかったが、その中では何役を、それはサイボーグ009ですね、009、ね、島村ジョーをやりました。島村ジョー、はい、いやそうやって着々と、で昨年は24本です、はい、そうですね。ごちゃごちゃにならないんですか、いつも思うんですけど。現場に行けばやっぱこう切り替わるというか、うん、はい、台本があって絵があってでスイッチが入るので、うん、あんまりこうこんがらがることはないですね。これ今ね聞いてらっしゃる方で声優さんになりたいと思う方にはどの道をおすすめなの、はい、やっぱりこう学校に入って理論とかセオリーがあるんですかね、なんかやっぱその先生ごとのなんかメソッドとかなんかそう教え方もあるんですけど、うん、はい、僕はあのまあ行く道っていうのは人それぞれなんですけども、うん、あの結構例えば声優さんになるからアニメばっかり詳しいっていうよりはもっといろんなことに興味を持っていた方が実はアニメーションもやっぱお芝居なので、お芝居に活かせるかなと思うんですよね。確かにそうですよね、声に全ての演技を乗せていくわけですからね。そうですね、あの体全体で表現できるわけではないので、うん、声にやっぱり今別所さんおっしゃったように声に全て乗せなければいけないので、あのもういろんなものに興味を持っていろいろな何かこう経験値をすごく自分の中でこう積んでおくのがすごく、まあ、当たり前のことなんですけど大事かなと思います。そうです、それにしてももう桜井さんもイケメンでこう可愛い美女も含めて声優さんって男女問わずかっこいい方や美しい方も増えてきてるんですよね。憎たらしいです本当に、憎たらしい本当にもうそんな桜井さんに言われたくない。いや桜井さんこそ超イケメンで、いやいやそんなことないです、ね、もうおじさんです、はい、いややっぱりこう独特のファンクラブがあったりね、皆さんこうイベントやったりされてる方もいるじゃないですか。はい、桜井さんもやられたりするんですか。僕はあの作品のイベントですね主に、まあはい、自分で携わってるものもあるんですけど。そうですか、はい、この春声優を目指して学校に通い始める方も多いと思うんですけどもね、桜井さんからぜひエールをいただければ。なんて言うんでしょうね、すごく難しい道だと思うのですが、うん、本当楽しいお仕事なので、うん、先ほどもちょっと言いましたけども、いろいろなものに興味を持っていろいろな経験を積んで、自分を磨いてください。いつか現場で会えることを楽しみにしてます。うわ、いつか現場で会えることなんて言われちゃったらもうね、あの時シェイウェーブで聞きました。ジェイウェーブじゃないですか。ジェイウェーブ。シェイウェーブって番組作ればいいのに。いや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 。いっそのことね。どうなんでしょう。それ乗っかっちゃいますよまた。はい、ありがとうございます。サンスターオーラ2モーニングインサイト、今朝は人気声優桜井孝宏さんスタジオにお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。